よ。あちょっとちゃんと支えてよ。危ないよ。ごめん。もうちょっと。だから。くるみ、危ないだろ。ごめんね。終わり。どうして上を向いているのかな？お疲れ。ああ、私がいればこんなことには。来月だよね、卒業。そうすれば戻れるんだし。俺、楽しみにしてるよ、楓さん。マー君。やっぱり、マー君やナナミたちと一緒じゃないと。楓さん。俺も、楓さんがいないと。やっぱり、なんか足りないって気がするんだ。うん、マー君。でも、女の子を追っかけてばかりいるって聞いたけど。え、あ、そんなこと。ナナミからのメールでね。おー、可愛かったマー君も今じゃ。あ、だ、そんなことないよ。俺は楓さんが一番す。ん？マー君？うん、スイートだなって。なにそれ。ま、戻ったらそのあたりのことを詳しく聞かせてもらいますけどね。お手柔らかに。楓さん、帰ってくるんだって。いつもありがとうございます。誰から聞いたんだ。1200円です。楓さんから電話があったんだ。楓さんもいいよな。お前、楓さん狙いだったっけ。心の変化は自分ではコントロールできないからな。困った。そうか、電話が。楓さんは他には何か言ってたか。いや、それ以外は特に。うん、会いたがってたかな。お前に？みんなにだよ。こーら、何黄昏れちゃってるの？マー君、休憩は終わりだよ。うわっ！もう。ねえ、聞いていい？お姉ちゃんのこと、好きだったりするのかな？好きでしょ。何言ってんだよ。ごまかさないで。これでも私にとってはすごく勇気がいるんだから。本当の気持ち教えてよマー君。確かに憧れているのはあったけど、好きかって言われると正直自分の気持ちがわからないんだ。そうなの？じゃあ私にもチャンスがあるってこと？ナナミ？マー君、私マー君のことずっと好きでした。お姉ちゃんにも、くるみにも、この気持ちだけは、負けないから！ごめんね。恥ずかしい。くるみだって、負けない。もしもし？ごめんね、今大丈夫？うん、どうしたの？何かあった？この間、ちゃんとお話できなかったから、気になって。そんなこと気にしなくていいのに。ただ、楓さん、
伊集院と電話したりしてるの？え？伊集院くんから聞いたの？うん。伊集院が楓さんが帰ってくることを知ってたから。ああ、そうね。うん。この前間違って電話しちゃって。え、まだ何も考えてないの？うん、自分がやりたいことっていうのがなんだかピンとこなくて、目的もないのに進路は決められないなって。それはわかるけど、でも1年なんてあっという間なんだからね。でもさ、昔カズ兄をどっちがおもこさんにするか取り合った時あったじゃん。え、あの時カズ兄即決で乙女ね選んだのにね。よくそんな昔のこと覚えてるな。何よ、カズ兄だって覚えてんじゃん。あのね、よかったら一緒の学校通おうよ。そのカズキはほっとくといろいろ不安なんだもん。そして始まる恋の予感。リンカ、リンカちゃん、怖っ。まったく。でも、うん、確かに僕もずっと乙女姉と一緒にいたいし。いや、ほら、なんていうか、僕はずっと乙女姉のことを。そこで僕の言葉は止まってしまった。しかし、自分を取り巻く世界というやつは本当は何一つ止まることなく流れ続けていたのだった。え、僕は被害者で。めんごめんご。あのね、お、カズミ、タイがずれてるぞ。え、あ、もうだらしなく見えちゃうぞ。ありがとう。じっとしててね。暑いですね、お二人さん。もう新婚気分ですか？え、違うわ。だってカズキだらしないから。おどめね、グミ自慢って。出たですね。わかったわかった。私の勘違いでした。さあ、遅れちゃうから学校行こう。うん。ねえ、本当に遅刻しちゃうよ。じゃあね、バイバイ。はあ、二人とも先に帰るなら一言言ってくれても。あれ、乙女姉先に帰ったんじゃ。え、誰だよその親父。待ってよ乙女姉。えへ、驚いた？リンカ、そんなことより向こうに乙女姉が。乙女姉いないよ。え、気のせいだったのかも。もしも僕があの時真実に気づいていたなら、誰もあんな結末を迎えずに済んだのかもしれない。僕宛てだ。 DVD 在中？カズキ、起きなさい、遅刻しちゃうわよ。なんだ、起きてるじゃない。早く顔洗ってきなさい。ひどい顔してるわよ。DVD は毎週のように送られてきた。ただいま。おかえりカズキ。久しぶりだよね。あのね、今日リンちゃんにお呼ばれして、これからお料理するんだけど、食べたいものとかあったら。どうした？別に。信じられないことが起こった。なんとこの僕に、あの水尾先輩から。おい、そこ何してる？あ、はい、あの、先生。
山田。はい。遠藤と三倉がサボりか。ああ、ちょっと二人を探してきます。皆さんは自習しててください。遠藤と三倉さんが揃ってって、まさかな。ごめんね、遠藤くん。なあ、智久、そんなに悶々としてんなら行っちゃってみれば。俺だって三倉さんとできちゃったぜ。そっか。今日はどうしたの、智久くん。あの、いらっしゃい。